はい、皆さんこんにちは、自助会人です。今回はですね、皆さんの大好きな企画の、もう結構これが伸びるのでもう恒例企画になってるんですが、選手紹介をしていきたいと思います。今回紹介する選手はですね、アメリカ出身のトミー・ポール選手を紹介していきたいなというふうに思うんですが、今現在ですね、全豪が終わって1月末ということで、1月末の現時点でのランキング情報等々も伝えていきたいなというふうに思うんですが、まあ、簡単な情報からいきたいと思います。シングルスランキング14位で、アメリカの生まれた場所がニュージャージーなんですね。僕は知らなかったです。これは最高ランキング、ツアーキャリア最高が12位、ツアータイトルは1つということで、意外とツアー優勝してないっていうところが僕の結構びっくりなポイントだったんですが、この約1年間でランキングを伸ばした選手の一人だなというふうに思うので、そして1997年の5月生まれということで、今は現在26歳ですね。僕の2つ下になります。で、身長が185センチの82キロということで、めちゃくちゃ大きくはないけどめちゃくちゃちっちゃくもないっていう、結構テニス選手のアベレージ身長になるのかなというふうに思います。もう彼のことは結構昔から知ってますよ、僕。あのですね、やっぱ2つ違いということもあって、で、僕 IMG にいたじゃないですか。ジュニア時代からめっちゃ知ってるんですよ、彼のこと。で、強かったんですよ、彼。一番強いかって言われると別に一番強くなかったです。はい、ただまあアメリカのトップぐらいにいたかなという認識でいたんですけど、もうめちゃくちゃおちゃらけてましたね、ジュニアの大会中。今でこそ思い返したら日本で絶対ありえないなと思うんですけど、アメリカはさすが自由の国と言われるだけあって、結構やっぱ自由なんですよ、子供たちも。試合会場でも結構なんかもう強い選手たちでも結構なんかふざけて遊びながら、じゃあ試合行ってくるわみたいな感じで行ったりとかっていう、日本だと結構なんかコーチがあれやりなさいこれやりなさいガチガチにやって走りなさいとかいろいろやってると思うんですけど、もうなかったよそんなの。本当にふざけてやってましたもんね、彼ら。試合中とかももちろん負けたくない欲求もあると思うんですけど、結構あのふざけてテニスをやってる人、本当にそのうちの一人でした。僕はびっくりしますもん、彼がここまで強くなったことに。正直そんなに強くならないと思ってました。僕とか当時 IMG 中川直樹とか、この辺はですね、まあ、正直コーチも厳しい中で、 IMG の中で厳しくやってたので、真面目にやるわけですよ、僕らは。でもなんかそういうふざけてるのを見ると、絶対強くならないだろうと思ってたんですよ、やっぱ。そしたらもうここまで強くなりましたからね、めちゃめちゃびっくりしましたね、僕正直。まあなんか本当に初めて会ったの全然覚えてないんですけど、多分13歳とか、もちろんあとかな、14歳15歳ぐらいで多分会ってると思って、16歳以下とかと18歳以下のなんかアメリカのグレード2とか1とかがあったんですけど、カリフォルニアでカーソンでとこであったんですけど、その時僕も出てて、ポールじゃないんですけど、ポールと別のアメリカ人で、彼は全然強くならなかったんですが、本当ふざけてるやつがいて、なんかそういうのとつるんでる一人だったんで、結構面白い情報はありますね。なんか本当に一個はちょっとなんか彼がめっちゃ言えない情報とかもいくつかあるくらい、なんか彼はふざけてなんか適当にやってるメンバーだったんで、本当にプロになってからめっちゃ頑張ったの、もしくはめっちゃやっぱ才能があったの、この二択なんだなというふうに思ってます。で、まあ、もちろん今めちゃくちゃ強いので真面目だと思いますし、プロになってですね、どういうテニス選手なのかっていうところでいくと、結構本当にあのアメリカ人っていう典型的なテニスなのかなというふうに思っていて、比較的動きもやっぱりいい方ですし、フレックスが結構いいと思います。で、サーブもいいですし、フォアバック、ストロークがやっぱ上手いですね。ストローク戦で押して、フォアハンドが結構特徴的な選手ではあるんですけども、まあ打ち方がちょっと、なんて言うんでしょうね、ちょっと癖のある打ち方からのフォアハンドですけど、打ったボールはかなり速くてですね、基本的に結構安定したテニスをしているような選手で、ハード、芝、クレー、結構オールラウンドに全部できる選手の一人だと思います。一番強いところは何かって言われると、もちろんフォアハンドだと思うんですけども、僕は結構あのバックハンドは意外と読みにくくて、特にクロスコートはですね、結構低くアングルに入ってくるボールが結構多いので、ちょっとイメージラケットの先の方に当たり気味なんですよ。あれが結構いい塩梅でクロスに入ってくるのが僕は結構効いてるんじゃないかなというふうに思ってます。あの打ち方的にはバックのダウンザラインは比較的打ちにくいだろうなと思いますけども、かなりオープンコートを作っていけると思うので、まあ、あのバックのクロスからのフォアに回り込んでのインサイドインっていう展開、もしくはフォアからのインサイドアウトっていう展開が結構好きなんじゃないかなというふうに思う選手です。試合中のメンタルとかもですね、正直ほとんどブレずに、結構イライラしてる瞬間っていうのはあんまり見なくてですね、自分なりに止めてるのか出さないのかちょっとわからないんですけども、結構どっちかっていうとパンプアップしてるイメージはあります。自分なりに鼓舞して試合中に頑張ってるような選手だと思うので、本当にジュニアの頃とは真逆の印象を今持ってる選手の一人ではありますね。
はい、ということもあって、トゥンポール選手はですね、今アメリカの、まあ、フリッツ選手、ティアフォー選手の次かな、か2番目かの選手だと思うので、もう今アメリカでもトップ選手の一人ですし、ヨネックスも同じなので、まあ、同じチームヨネックスとしてぜひ頑張ってほしい選手でもあります。これからですね、多分彼はまだまだ若いですし、多分上に残っていく選手の一人だと思うので、ぜひ皆さん注目していってもらえればなというふうに思います。ということで、この動画が面白かったという方はぜひチャンネル登録、そしてグッドボタンお願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。バイバイ。てちずチャンネルをご覧の皆さん、いつもご視聴ありがとうございます。僕はですね、今オンラインサロンというものをやっていまして、その中で皆さんに向けたプレゼント企画だったり、そして Zoom を通じて試合後の感想を皆さんにお伝えしていったりっていうものを今、やっております。どん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 追加でコンテンツを作っていく予定ですので、ぜひ皆さんのご参加をお待ちしております。詳しいことは、動画の概要欄から、チェックしていってみてください。